テンです。じゃじゃん。アイコンキャラですね。じゃじゃーん。無限じわじわスノーフィズスライムを作ってみようと思います。じわ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 。はい、スノーフィズスライムっていうのは、このプラスチックスノーを使った、めちゃめちゃじわじわ音が鳴るスライムなんだけど、実は私作ったことがなかったんで企画してみました。で、せっかくだから今回はクッキー生地みたいにして、じわじわ美味しそうなスライムにしてみたいと思います。いや、絶対いいよね、じわじわクッキー。ということで、一体どんな音が楽しめるのか、早速やってみましょう。はい、今回使う材料がこちらです。洗濯のり、放射、絵の具、ボンド、お好きなデコパーツとプラスチックスノー。で、このプラスチックスノーがハードタイプとソフトタイプがあるんだけど、今回のスノーフィズスライムではハードタイプを使っていこうと思います。ということで、早速作っていきましょう。よし、じゃあまずはボウルの中に洗濯のりとボンドを入れていきます。じゃあ洗濯のり、おー、あ、多分ね、プラスチックスノーをいっぱい入れてどんどん大きくなるから、そんなにね、大きいスライム作んなくていいと思うんだけど、どんぐらい？みんなどんぐらい？どんぐらいスライム作る？こんぐらいかな？どんぐらいにしよう？もうちょっと入れちゃう？はい、大サービス。OK!入れすぎたかもしれない。あ、いや、で、ボンド、ボンドはね、洗濯のりの半分ぐらいの量でいいかな。うん、うん、 OK でしょう。そしたらこれをしっかり混ぜていきます。くるくるくる。うん、最初はボンドスライムを作るような感じかな。もっちりもっちりボンドスライムだね。よしよし、 OK。 はい、じゃあこれを絵の具で好きな色に着色していきますって言おうと思ったけど、ちょっと今回クッキーをバタークッキーみたいのとチョコクッキーみたいので2種類作りたいから、色は後でつけようかな。うん、スライムできてからにしよう。よし。ということで、先に放射で固めちゃいます。さあ、無限放射、いけ！お眠りー。ちょっと入れすぎた。あ、なんかね、私の経験上、ボンドスライムって普通の海苔のスライムよりちょっと固まりにくいんだよね。だからここは根気よく混ぜていきます。根気、根気、根気。コンキ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 337拍子みたいになった。コンキ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 。はい、だいぶボールから離れてきました。ということで、ひっついてはなびついてはなる、フォー、じゃじゃーん、こんな感じになりました。すっごいもちふわとろとろでめっちゃ気持ちいい。いや、ボンドスライム久しぶりに作ったけどいいね。癒される。あ、で、今回は気持ち柔らかめに作ってあります。多分ね、プラスチックスノーを入れると固めになる気がするんだよね。スライマーの勘。違ったらごめん。うん、伸びもいい。バッチリスライムできました。よし、じゃあそうしたらここに、じゃじゃん。お待ちかねのプラスチックスノーを入れていきます。これプラスチックスノーってどんな感じなんだろうね。私初めて触る、実は。よし。そう、いきます、せーの、おぉ、おぉ、すごい綺麗。あ、本当にね、かき氷の氷みたいな感じの見た目。キラキラしてて、ザクザクしてる。うわぁ。よし、一旦これぐらいにしとく？じゃあこれを混ぜてみまーす。せーの。うわ、これやばめっちゃ気持ちいい。なんかね、サクサクのパン粉みたいな感じ？うん、とんかつ作ってる感じ。うわー、これはいいスライムできそうだよ。で、中に埋め込む。やべえ、もういい、もういい。よし、ちょっと、もうちょっと入れようかな。うん、まだまだ足りない気がする。うちにはね、パン粉たくさんあるんで。うち、パン粉専門店なんで。いらっしゃい、いらっしゃい。どうぞ、パン粉欲しい方、どうぞ。無料です。よし。これね、作ってる最中もめちゃめちゃ楽しい。スライムってさ、大体完成品で遊ぶことって多いと思うんだけど、これはね、家庭もマジで楽しい。うわー、家庭的だね。もうちょっと足したいな、もうちょっと。ただなんか、だんだんでかくなってきてる気がする。大丈夫かな？巨大スライムになっちゃうかな？まあまあまあ、もうちょっと入れよう。てってくるってってー。とりあえずこんぐらいで、いきます。パン粉、いや、やばくない？これ私喋んない方がいいかな。みんな、私の声よりスライムの声が聞きたいよね。うん、おしぼりみたい。あ、でもこんぐらいでいいかも。音もね、ジュワーって言うよ。みんな、あんまり入れすぎても伸びなくなりそうだから、今回これぐらいにしとこうかな。よし、じゃあこれを半分に分けて、
絵の具を使ってバター生地とチョコ生地みたいな感じにしていきます。クッキー生地か。何色入れよう。まず黄色、黄色をちょろっとバター色をつけて、ちょっとだけ茶色入れてみようかな。茶色ちょっと OK。 これでどうかな。ちょろーん。うわやべえ、待って、めっちゃ気持ちいい。これうわやってよかった。待ってか、今までなんでやらなかったの私。スノーウィズスライムめちゃめちゃ気持ちいいじゃん。もうちょっとだけ黄色入れようかな。バターたっぷり、バター 100% 増量中。よし、じゃじゃーん。うん、こんな感じでいいんじゃない。めっちゃ美味しそうだね。バター増量したし。よし、じゃあもう一個の方はチョコだから茶色、茶色をちょっと多めに入れよう。茶色多め、よし、 OK じゃない。これでチョコ生地になれー。スレイ、チョコチョン。なんか思ってたのと違うなんかすごいオレンジっぽくない。俺ちょっと焦げ茶とかさ、焦げ茶とか黒入れてみよう。焦げ茶にしよう。あ、そう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 、これこれこれ、この色だよね、チョコは。よし、間違えた、これ全然チョコじゃなかった、うんこだ。よし、じゃあこれもちょっと多めに入れて。うわー、なんか変な液体出てきた。ウェット、ブチョ、はい、混ぜまーす。なんかすごい汚いものに見えてきた。うえ、はい、こんな感じになりました。ちょっとね、理想とは違う感じの色なんだけど、あんまり絵の具を入れるとスライムが硬くなっちゃうんだよね。だからまあこのぐらいでちょうどいいかなって思います。よっ、あ、なんかメロンパンみたいになってる。はい、ということでクッキー生地っぽいスノーフィズスライムができたので、デコパーツをトッピングして可愛く仕上げちゃいたいと思います。どうしよっかな。このバターの方にはクッキーっぽいやつ、うん、この茶色いクッキーっぽいやつで、チョコの方にはカラフルなやつにしようかな。あー、これいいんじゃない。ちょっと海外っぽいスプリンクル、これにしよう。よし、じゃあこれをくるくるっと巻いて、ポン、お、綺麗な形ができた。チョコかける、パラ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 。うわ、めっちゃ美味しそう。クッキー&クリームみたいだね。もうちょっとクッキー増量中 100%。 よし、でチョコの方もしっかり巻いてくる。こっちにはスプリンクル。スルー！うわー、美味しそう。なんかこれかかったことによってめちゃめちゃ甘そうになったね。海外味。はい、ということでクッキー生地風スノーフィズスライムの完成。じゃあね、ここからせっかくなんで音フェチタイムでジュワジュワを楽しんでいきたいと思います。さあ、果たしてどんな音がするのか。おめでとう、音フェチタイムスタート。
ということでいかがでしたでしょうか。今回ね、初めてスノーフィズスライム作ってみたんだけど、パチパチジュワジュワでめちゃめちゃおすすめです。ただね、作ってみて一個思ったのは、ちょっとだけ硬くなっちゃったんだよね。で、スライムって絵の具を入れるとちょっと硬くなる性質があるから、色付けするときは絵の具よりも着色料がいいかなって思いました。皆さんもね、ぜひジュワジュワパチパチのスノーフィズスライム作ってみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録こっち、グッドボタンこっち、よろしくお願いします。それでは、じゃあねー。うわ、めっちゃ美味しそう。クッキー&クリームみたいだね。